ベネベントの戦い、ベネベントの戦い、A、バトルオブベネベントは、南イタリアのベネベント近郊で1266年2月26日に行われた戦いである。実質的に、シチリア王国を支配していたホーエンシしたウフェン家の、ンフレーディとローマ教皇クレメンス4世の指示を受けた、カペイ家のシャルルダンジューが争い、マンフレーディの敗北と死によって、ホーエンシしたウフェン家による、 シチリア支配は終わりを告ることになった。教皇権は、法院主タウフェン家の一族による南イタリア支配との長い対立の中にあった。当時のシチリア王国を統治していたのは、アンチキリストとの疑いの絶えなかった、フリードリヒオの諸子であるマンフレーディであった。彼は、当初王国の正当な継承者であるはずのフリードリヒ2世の孫、 コンラーディンが青年に至るまでの摂政として限定的な代理支配を任されたに過ぎな方が精力的な活動によって実行支配を拡大し教皇の反対を抑えて1257年までには王国全土をほぼ支配下に置いたこの頃バイエルンにいたコンラーディンが死去したという噂が流れマンフレーディはそれを巧みに利用して1258年8月10日 パレルモの大聖堂でシチリア王として退官した。教皇権は不利な情勢の中でシチリア王国を応援したウフェンケの支配から奪うことを決意し、取って変わるべき王として何人かの候補の中からフランス王政類の弟シャルル・ダンジーに白羽の矢を立てた。教皇ウルガヌス四世は1263年6月にシャルル・ダンジューと協定を結び、7月末には この野心的なフランス人は教皇からシチリア王と正式に認められていた。この協定は一方的に教皇の側に有利な内容であったが、シャルル・ダンジュは受諾した。シャルル・ダンジュは1265年5月10日軍と共にマルセイユを出港してカイロを進み、5月20日オスティアへ入港した。そして5月23日ローマへ入場した。マンフレディは シャルル・ダンジューをローマに閉じ込めてしまえば短期に決着をつけることができると考えたが予想に反してシャルル・ダンジューはローマ市民に熱烈な歓迎を持って迎え入れイタリア内で多くの支持を集め始めたマンフレーディの側についていた貴族たちの間にさえ動揺が走り願返える者が現れたマンフレーディはこの情勢を見て軍を率いて北上したが シャルルの軍と小ゼリアをした後突然退却し、初戦はシャルル・ダンジューが勝利を収めた。しかしシャルル・ダンジューはマンフレーディを追撃するには資金が足りなくなっており、融資を受けるために奔走しなければならなくなった。教皇はフランス王の潤沢な資金を期待していたが、聖類は来たるべき十字軍遠征のために資金を確保しておこうと考え、資金の提供を拒絶した。 そこでシャルルは、教皇の協力によって、イタリア諸都市の銀行から融資を引き出さざるを得なく、なったが、そのために半年近くの時間を費やした。この間、マンフレーディは、絶好の機会であったにもかかわらず、全く手出しをしなかった。1265年10月に、シャルルダンジューの主力軍実に2万以上がリーヨンに集結し、アルプスを越えて、 三ヶ月後の1266年1月15日、ゴローにはローマに到着した。資金に限りがあったので、シャルル・ダンジューは生えていた。彼は1月20日にはほぼ全軍を従えて、南下を開始した。マンフレーディは慌てて、軍隊を召集し、迎撃体制を取った。マンフレーディは、王国の堅固な要塞軍が、シャルル・ダンジューの軍を徐々に引きさせ、追い詰めていくと考えていたが、 案に相違して、シャルルの軍は迅速に進軍していた。マンフレーディの救援を期待できない要塞の守備隊は、戦意を疎走し、次々と降伏していたからである。シャルルダンジュは、マンフレーディの軍が、ボルトゥールの川下流域に集まりつつあることを知ると、マンフレーディ軍の補給路を断って孤立させるべく、カッシーノから突然内陸部へと方向を変え、ベネベントを攻撃する気配を見せた。 マンフレーディもカプアから軍を介して内陸部へと移動した。マンフレーディはカローレ川付近でシャルルダ団獣の軍を捕捉した。シャルルの軍は疲労と食糧不足の中にあり、カローレ川には橋が一本しかない上、マンフレーディは有利な位置を占めていた。もし持久戦になればマンフレーディの方が有利であることは明らかであった。しかしながらマンフレーディはさらなる裏切りを恐れて、 早期決戦を望んだ。守備隊の多くが簡単に守備を放棄した事実が、敗下の貴族の中精神に動揺を与えていると感じていた。マンフレーディは、平原へ下り、海戦に持ち込むことを選んだ。軍を三つに分け、前面に、サラセン人の警府票を、中段に、ジョルダーノ・ランチアとアングローナのガルバーノが指揮する、ドイツ人の武装した騎兵を、光栄に、おじのされるのこう。 ガルバーのランチア率いるイタリア人の傭兵部隊と護衛のサラセン人、軽機兵を配置した。マンフレーディ自身は戦を上回る予備部隊と共に陣地の近くに位置した。シャルルダ団獣も軍を三つに分けていた。前面には石弓を装備した不評部隊を置き、それに機兵部隊が続いていた。最初のプロバンス人、騎兵九百人を指揮するのは ミルポアの遊具とモンフールのフィリップで第二陣の騎兵仙人はシャルル自身が指揮した。シャルルの騎兵部隊を支援するためにグイード・グエルラが指揮するゲルフの騎兵部隊が同行していた。最後尾にはフランドルのロベール三世とジョーダイ・ジルルブルムが指揮する北フランスとフランドルの部隊が控えていた。戦いは朝方に始まった。マンフレーディは まだ十分な準備が整っていなかったが、彼のサラ先人部隊は、橋の向こうで、シャルルのフランス人部隊と交戦を開始した。サラ先人部隊は、シャルルのフランス人部隊を圧倒したが、そこに、プロバンスの騎兵部隊が突入すると、たちまちけ散らされた。これを見たマンフレーディのドイツ人騎兵部隊は、命令を待たずに突撃し、シャルル弾ュは、第二陣の騎兵部隊も戦線に投入した。 数に劣るものの強固な装甲によって武装したドイツ人騎兵はシャルルの騎兵の剣を全く通さず戦いの数勢はわからなくなった。しかしやがてドイツ人騎兵が剣を振り下ろす際に脇の下が無防備になることが発見されるとシャルルの軍はそこをついて攻撃しドイツ騎兵はたちまち劣勢に立たされた。この時すでにマンフレーディの敗北が見え始めていた。 ドイツ人騎兵の強さを過信していたマンフレーデ軍は第二陣の騎兵を投入する機会を失した。ガルバーのランチュア式の第二陣がようやくとかを終えた時、目の前にドイツ人騎兵部隊をほふって勢いづいたフランス人騎兵部隊が殺到した。シャルル・ダンジュはさらに最高列に控えていた予備部隊にマンフレーデ軍の側面を攻撃させ、マンフレーデ軍は回送した。 マンフレーディは予備部隊に攻撃を命じたが一部始終を見て恐怖を覚えた予備部隊は戦場から逃げ出し始めた。マンフレーディはわずかな護衛と共に戦場に孤立した。覚悟を決めたマンフレーディは戦闘のただ中へと突入し混戦の中で戦死した。夕方頃にはシャルル団銃の勝利は確実なものとなっていた。戦いの結果、放援したウフェン家による シチリア支配は崩壊した。マンフレーディの子供たちはこの後すぐ捕らえられ、財産はシャルル・ダンジューに奪われた上、一生を牢獄で過ごすことになった。教皇はイタリアにおける宿敵をようやく打倒し、教皇権に安泰な時代が訪れたと感じたが、それは間もなく大きな過ちであったことに気がつくことになる。シャルル・ダンジューはマンフレーディと比べても劣らぬほど野心的であり、 決して強行権に従順な君主ではなかった。戦いに勝利した後、ベネベントに滞在している間、シャルル・ダンジューはこの都市がマンフレーディでなく強皇庁に、忠誠を誓っていたにもかかわらず、兵士たちに略奪させるに任せた。シャルル・ダンジューは、たちまちのうちに、シチリア王国全域での支配を確立し、ンシしたウフェン家のコンラーディンによって、1268年に、 シチリア王国奪還の遠征軍が組織された時には、これをで打ち破ることができた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。